はい。ヒルビル補足、分けありダイエットウォーク、マコネです。今日はですね、5月30日の、今4時39分です。そう、スプーンで、ご視聴の皆さん、ごめんなさい。昨日はですね、収録したのを、そう、またポチして、保存しないで消しちゃいました。なので、今日は、スプーンはね、二本立てでお送りしてます。そう。で、スプーンをお聞きの皆さんはそっちの方を先に聞いていただけた話が通じると思うんですが、まあ、昨日ね、こんなこと、3年後までにこれをやって、3年後からはこんなことしたいなんて話をしてました。今日はその続きではないんだけど、私はね、ストリートフォトグラファーとして、フリーランス、というほど、フリーランスって自信持って言えるほど、写真のお仕事はまあ基本的に一切引き受けないんです。写真のお仕事を依頼されても、まあもう全然依頼を受けないで写真の仕事しませんっていう感じで、徹底してるので、まあそもそも、私が写真家だっていうの、肩書きを、ぶら下げてるのはSNS 上だけだっていうのを最近の正直なところなんですけど、そう。まあそれでも、まあバーンされてね、消されちゃった経験があって、まあ最近ツイッターちょこちょこって再開してますけど、まあ前からね、バーンされる前はフォロワー結構多かったんだけどね。そう、もう、100分の1ぐらいに減ってしまった。100分の1どころじゃないな、1000分の1ぐらいに減ってしまった。まあ、バーンされないように、なんでバーンされかったかわかんないし、なんで復活できなかったかもわかんないんだけど、まあ、バーンされないように当たり障りがない、写真は当たり障りありまくりだけど、当たり障りのない内容だけをツイッターには投稿します。そう。で、インスタグラムの方も、まあ、バーンされたとしばらくね、写真撮ってもアップもどこもしなかったんだけど、まあ、なんかちょっと寂しくなってきて、そう、インスタの方もメイン、写真をアップしてるんですけども、のね、まあ、ツイッターの人の方が積極的に DM 送ってくる人が多いかな。どっちがどっちっていうわけでもないんだけど、まあ、結構いろんな DM 来ます。はい。で、私はどちらの写真も基本的に海外向けに配信してるので、まあ、海外から、まあ、いろんな言語で送ってくるんだけど、だいたい英語が多いよね。英語でやり取りしてるのに、なんかこの人の英語おかしいなと思ったら、お互いに翻訳ソフトで翻訳し合って英語喋ってたみたいな。そう、それだったらまあ、最初からまあ、そう、アラビア語だったらアラビア語って言ってくれよみたいな。そっちの方がまだいいわねって感じだったけど、まあね。うん、まあ、それで今日は、どんな話をしようかというと、まあね、今日ね、深夜に、コートジボワールかな、タンザニアかな、インドの隣、インドの隣、名前が出てこない。世界最大の、難民キャンプがあるところ。国の名前が出てこない。あれ？まあ、そこで、写真家として活動してる方から、僕と一緒に仕事しませんかって、まあ、メッセージもらって。まあね、結構あるのよ。結構あるのよ。っていうか、まあ、なんだろう。まあ、半年に1回、2回ぐらい、よかったら僕と一緒に仕事しませんかみたいな感じの、まあ、メッセージがあるのよ。まあ仕事だからワークって書いてあるんだけど、まあね、もうね、写真の仕事からは離れて、とか、まあ、まあしばらくもう数年さ、本当掃除の仕事しかしてないから、うん。だからね、ワークって言われると、なんか、なんか仕事あるから来ないっていう感じっていうふうに日本人の感覚だと思っちゃうんだよ。でも、そう、フォトグラファー同士のワークって、まあ、写真を撮りませんかってワークなんだよ。そう、うん。うん。だから、ま、難民キャンプで、こういう仕事、こういうワーク、仕事してるんだけど、一緒に写真撮りません。要するに、こっちに来れば、難民キャンプでいっぱい写真撮れるので、あなたの仕事に結びつくんじゃないですかっていうような提案なわけだよ。だから一緒に仕事しましょうっていうのは、一緒に
ね、協力し合って、素晴らしい写真を撮って、それを元に、稼ぎましょうっていう話よ。まあ、ぶっちゃけね。うん。だから、まあ、もちろんね、一緒にっていうことになれば、まあ、それなりに私の写真を評価してくれて、誘ってくれてることには間違いないんだけど、そう、間違いないんだけど、そう、まあ、私がね、パッて、今の仕事、今ね、すごく余裕があって、余裕があってっていうか、まあ、こっちの仕事を切り上げて、まあ、こっちのアパート維持しながら、向こうで生活し、写真を撮ってっていう蓄えがね、まあ、その場合蓄えだね、蓄えに余裕があれば、いいね、ちょっと行くわ、みたいな感じで。私はね、軽いからさ、軽いから、まあ、ネパールのさ、ネパール行って NGO で働いた時もさ、そんなだったらちょっと行ってみるわって感じで行っちゃったからさ、軽いから、まあ、すぐ行っちゃうタイプなんだけど、もともと。でもね、今そんな蓄えが全、でっかい蓄えなんか全然ないし、そう、蓄えが全然ない上に、何もしなくても入ってくる収入源っていうのは、まあ、ほとんどないから、ほとんどないから、まあ、そんなわけもいかず、そう、うん。なるほどね。そう。でも、まあ、私の現状をお話して、まあ、ちょっとね、今動くことできないから、ごめんね、みたいな感じでお断りしたんだけど、そう。まあね、まあ、ストリートフォトグラファーを探してるって言ってたな。まあ、そりゃそうだよね。そりゃそう。ストリートフォトグラフィーって、まあ、業界用語に近いから、まあ、実際にストリートフォトグラフィーを、ガチで撮ってる人、を、まあ、ね、インターネット上で探すって言ったらさ、まあ、そうだな。そう、ガチでストリートフォトグラフィーを専門に撮ってる人って、世界中に1000人、いや、1万人はいねえな。1000人いるかどうかくらいじゃないかな。そう、いや、もうちょっといる。そう、まあ、1000人、そう、まあ、それくらいだと思うんだ。そう、っていうのは、ストリートフォトグラフィー風とか、ストリートフォトグラフィーも、それぞれね、いろんな基準があるからね、人それぞれ。基準があるから、まあ、どこからどこまでがストリートフォトグラフィーだって言ったら、ちょっとね、なかなか難しい話だけど、まあ、ガチの要は、人にカメラを向けられるってことよ。そう、真正面から人にカメラを向けられるっていう、それはね、ものすごく胆力がいる作業よ。正直。そう、慣れもあるしね。で、人にカメラを向け、もちろんね、遠くから望遠レンズで、人を撮るのは簡単よ。そう。でも、ドキュメンタリーの写真ってさ、日本ではさ、割合と背景はボケて、手前の人が、すごくさ、なんか、象徴的に見えるような写真が流行りだけど、そう。世界基準ではそんなに褒められた写真じゃねえわけよ。そう。ね、ドキュメンタリーの世界ではもっとそう。うん。というのは、そう、何も映ってねえじゃんと。例えばさ、手前に女性がいて背景が、ボケてるって、そう。うん、そういう写真、まあ。もちろんね、何に使うかにもよるんだけど、まあ、ドキュメンタリーの世界だと、そう、手前の女が何をしてるんだ、何を伝えたいんだっていう話になったわけ。そう、だから背景までしっかり映ってて、写真すべての中に、しっかり情報が入ってるってことも大、もうすごく重要なわけよ。そう。じゃあ、背景を、背景もしっかり映ってて、ブレてなく、ブレてもまあいいけど、背景もしっかり、何が映ってるか確認できて、手前も確認できる。そうして、その映ってるものと自分の距離感がしっかり、意図されてるものかどうかっていうところが、まあ、ドキュメンタリーもストリートフォトグラフィーにもすごく重要な要素なんだけど、そう、そこを突き詰めて、写真を撮ってるっていう人は、やっぱね、なんだろう、少数派。そうじゃないストリートフォトグラフィー。そうだね。まあ私が見てて思うんだけど、どれくらいのレンズかわからんけど、まあそうだな。まあ一般的な今のカメラだったら、まあ、28ミリ相当ぐらいかな。そう。昔のカメラ基準で28ミリ相当だと、で、28ミリ相当で、
5メートル、うん、5メートルぐらい離れて撮ってる写真は結構ある。でも5メートルぐらい離れて28ミリじゃ全然撮れないの。全然ダメなの。そう。28ミリでしっかりストリートフォトグラフィーミートの、緊張感を持てる写真っていうのは、せいぜい2メートル、3メートルだよ。そう。そう。2メートル、3メートルって言ったら、人がもう自分にカメラを向けてるのもわかるし、カメラとの、その緊張感がもう一瞬できる。そう。その、さらに1メートル50センチになってなればもっとだよね。そう、その距離の中で判断してシャッター機で、構図もすべてパチって映せるかどうかっていうのが、まあ、ストリートフォトグラフィーの、まあ、テクニックだし。まあ、そういう意味じゃ、人がね、たくさんいる、東京とか大阪とか、都会で撮るのは簡単。ぶっちゃけ。人いっぱいいるもん。そう。でも、私が住んでる田舎だと、その人をまずね、人に近づくまでが、ものすごく大変。だって、誰でもね、パーソナル距離みたいな感じのあるじゃん。なんて言ったかな、名前忘れちゃったけど。そう、自分に近寄ってほしくない。自分にとっての重要な距離。そう、それは男性と女性でも違うし、そう、男性同士、女性同士でも全然違う。そう、うん。だって、私がさ、普段より小綺麗な格好して歩いてるだけで、正直女性の、歩いてくる距離とか全然違うもん。そう、もう仕事帰りでくったくったで、もうね、ほんとボロボロのさ、そんなボロ何着てるのって感じの服を着て歩いてると、ほんとね、誰も近くとか。そう。でもちょっとこじゃれた格好して、バッチリメイクしてるとそうでも近寄ってこないんだけど、まあまあ普通にそこら辺歩いてるお姉ちゃんみたいな感じの服を着てると、普通に近い、普通にそんなに、距離を取られない。まあそんな感じで、自分でその、私の場合だと自分で相手が近寄ってきやすい、自分が近寄っても相手に嫌われない、嫌がられない距離っていうのを、自分で意図的に作りながら写真撮ってる。うん。ストリートフォトグラフィーって、ほんとね、まあ、見る人も、それなりに目が肥えてないと、ストリートフォトグラフィーに対して、見る経験を持ってないと、そのストリートフォトグラフィーの面白さと難しさと、で、その表現の幅を、なかなか理解しづらい。まあ、海外ではね、特にヨーロッパでは、ストリートフォトグラフィー、もう絶大な人気だけどね。そんな絶大な人気のヨーロッパの人でも、ガチのストリートフォトグラファーってほんと少ない。そう。で、ストリートフォトグラフィーを撮ったことない人は簡単そうに見えるんだよ。でも実際に撮ってる人たちの、まあ、どんだけシビアかは、まあやっぱわかるよね。だから私は、ガチのストリートフォトグラファーの人は、やっぱね、すごいな、と、敬意を持って、フォローしたりし、コミュニケーションを取ったりしてな。まあ、それは多分お互いだ様だと思うんだよね。そう。だって、ガチのフォトグラファーの人とか、必ず私の、インスタとか、見てチェックしてくれるもん。そう。お互いね、お互い撮ってる写真が、どんなに難しい仕事かっていうのは分かってくれる。まあ、それだけに、ストリートフォトグラフィーを探してるんだって言って、連絡くれる人はね、本当嬉しいよね。本当嬉しい。うん。まあ、でもね、まあ、南部ね。そう。まあ、難民キャンプに行かなくたって、難民いっぱいいるやん。な、まあ、ダイアンバーバスみたいな感覚になっちゃうけど、な、ダイアンバーバスっていうアメリカ人の女性で、こう、ポートレートフォトグラフィーの中を、ポートレートを撮ろうと思うとね、人に声かけて写真を撮らせてもらう、ポートレートを撮ろうと思ったら、ダイアンバーバスは避けて通れない。まあ、レジェンドだよね。そう、まあ、ダイアンバーバス、的な写真、ポートレート。なんでダイアン・バーバスの話をした？あ、違う違う、そうだそうだ。そう。日本にいたって、ダイアン・バーバスみたいな写真を撮ろうと思えば、そう、難民だらけや。
そう、確かにね、政治難民は少ないよ。そう、何か、暴動とか、まあ、あそこの国だったら、多分、そう、アラブ圏で起こったトラブルによって避難してきた人たちが多いんだと思うんだけど、まあ、日本は、まあ、そういったね、政治難民は少ないさ。そう、島国だから、飛行機乗ってこないと、避難してこれないから。そう、地続きだったらね、歩いてさ、避難してこれるけどさ、うん、まあ、難民は少ないよ。まあ、でも国内の、心の難民はいっぱいいるよね。そう、ハートの難民。まあ、もちろん日本人だけどね。まあ、日本人ばっかじゃないけど、そう、何を指して難民かって言われると、また難しいところで、そう、単純に、難民の問題を世界に発信したい。まあ、それをお金にしようってんだったら、世界に発信することをお金にしようってんだったら、まあ、もちろんね、難民キャンプで、写真撮る方が、まあ、手っ取り早いけど、うん。なんか、彼はね、私のね、過去のね、文章とかも、まあ、読んで、そう、私に、送ってきたから、まあね、そう、まあ、かなりの確率で私を引っ張れると思ったんだろうな。そう、でもね、なんか具体性がなくて、もうすごい詐欺っぽいんだよ。そう、なんか、なんか最近 SNS 越しで、外国人が日本人を狙った詐欺っていうのはあんまり、まあ私のところには来ないからさ、あんまりさ、うん。来て、マーケティング、広告系のさ、DM か、そう、友達になってくださいみたいな DM でしかないから、そう、まあ、久しぶりに来たらなんか詐欺っぽい、DM かなとか思ったんだけど、話聞いてみるとそうでもなくて、そう、ガチに探してるみたいだったから、日本人だったら、日本人のストリートフォトグラファーを探すんだったら、まあ、こうやってアピールした方がいいかもしれないですよ、みたいな感じの提案をして、まあ、私はね、そう、まあ、自由に動ける自分であったならまた連絡するので、まあ、その時はまたよろしくお願いします、みたいな感じでバイバイしたんだけどさ、うん。このね、そこのね、なんだろう。ちょっと前。私がポッドキャストを始める前だな。もうなんかシリアの難民キャンプで、まあ写真撮ってるという人から、そう、一緒に仕事しないっていうふうに誘われたんだけど、それもね、同じような感じで断ったんだよな。そう。ね。なんだろうなぁ。そう。難民にカメラ向ける。今ね、ちょっと自分の中で考えながら歩いてるんだけど、そう。まあ、フォトジェニックだよ。特に彼の写真を見ると、まあ、難民のね、子供にカメラ向けてるのが多くて、まあ、難民キャンプで遊んでる子供との写真とかが多いんだけど、そう。まあ、フォロワーも、それなりについてたさ、ツイッターだったけど。そう。私はそれ見ながらさ、いや、もう確信犯だよね。まず、私はね、基本的に、子供、親と一緒にいる子供とかは撮るけど、基本的に子供は、まあ、写真撮ることはあっても、選ぶことはないよね。写ってることはいっぱいあるよ。いっぱいあるけど、まあ、選ぶことはない。で、まあ、あとね、動物、ワンちゃんとか猫ちゃんも私大好きだから、まあ動物好きだからさ、まあカラスもね、好きだから、身近にいればね、撮るけど、まあカラスはまあね、ポッドキャストの背景に使ったりすることあるけども、まあガチで写真集作るときには、カラスの写真は使わないよね。そう、うん。だって、カラスを見た人のカラスのイメージがあっちゃうもん。そう。で、同じように子供の写真は子供のイメージがあっちゃって、子供の写真はね、世界中誰が見ても可愛いと思うし、まあ大抵ね、可愛いと思うし、大事にしなきゃいけないなとか、未来をイメージしたりとかさ、この子たちの未来よっていう感じで、まあ、もう、ね、へっちゃなんだけど難民キャンプだから、お難民だちょうだいだよ。うん。要するに、そういう風な、
お涙頂戴じゃないけども、まあ、視覚的に、相手の感情を揺さぶるような写真を、彼は撮ってるわけよ。うん。そう。まあ、メッセージ性が強いといえば、まあ、そうだし、逆に言えば、ずる賢いというか、まあ、私はそういう写真撮らないから、そう、写真の、圧倒的なパワーと魅力っていうのは、まあ、もちろん写ってるものによるんだけど、子供だろうが大人だろうが関係なくて。そう、なんかもう、ここはこういう状況の写真ですよっていう言葉で説明しなきゃ、ならんような写真は私ね、やっぱ嫌いなんだよね。そう。うん。まあ、ここ最近ね、一週間ぐらい、まあ、インスタ投稿するときに、その写真はどういう写真だっていうふうな説明を加えてたの。そう、でもね、私が辛くなってきた。だから、まあ、昨日からやめた。うん。まあ、写真投稿するときは、写真とは関係ない文章を添えてる。そう。まあ、そんな感じで、まあ、そういうアポがあった、アポイントがあったっていうだけの話なんだけどさ。まあ、久しぶりに、写真の話をなんかしてるから、まあ、このままちょっと写真の話をしたいと思うんだけど、ナミちゃんね。そう、まあ、国が変われば、まあ、住んでるところが変われば見るものが全然違ってくるから、また写真も全然変わってくるんだと思うし、難民キャンプに限らず、海外どこに行っても、もう生活も違うし、文化も違うし、もう楽しいよ、写真撮るに。そう、それはでもね、日本でも一緒で、そう、今は、ほぼ長岡市から動いてないけど、そう、隣のさ、小千谷市に行けば全然違うし、そう、長岡市の中だって、街中からちょっと外れたところ行けば全然違うし、もちろん同じ日本だから、まあ、同じ日本の文化圏で、似てるようなものもあるけど、例えばさ、建物の色、形でも、日本海側と太平洋側では全然違うしさ、うん。街の作りも違うしね。そこにいる人も、まあ、確かに日本人は同じような顔してるけどさ。そう、また全然違うわけで。そう、まあ、そんな、ものすごい無理して海外行く。海外は、まあ、今のところ行かなくてもいいな。うん。そう。まあね、ネパールでは、ネパールでさ、NGO のスタッフとして働いてたから、まあ、海外で、ね、海外面白いけどね。面白いし、いろんなことがエキサイティングだけど、でもだからって、今は必要ないかな、と思ってる。うん。で、まあ、それ以上に、今、やろうと思ってることを、何年かぶりに見つけたばっかりだし、まあ、それに向かって歩き始めてるから、まあ、それ以外のことはね、まあ、まあ、とりあえず、いいや。そう、保留。そう、私がやりたいと思ってることが、まあ、順調にいくかどうかわからないけど、まあ、自分なりに結論が出るまで、まあ、3年一区切りっていうぐらいだから、まあ、3年ぐらいやった上で、まあ、また違うことを始めたい時の選択の幅の一つとして、まあ、海外の、まあ、難民キャップっていうのも頭の中に入れておきましょうってぐらいなもんだな。うん。そう。そう、まあ、そんな感じ。そんなわけで、今日は、まあ、ツイッターで、まあ、もしかしたらね、もともと詐欺案件みたいな話なのかもしれないけど、まあ、とりあえずね、向こうも真摯に対応してくれたので、こちらも真摯に対応して、して、たっていう感じだったんです。まあ、それで、ツイッターで、バングラディッシュの難民キャンプの撮影一緒にしませんかっていう、提案をいただいたんですけども、お断りしました。ということを、今日はちょっとお話したいと思ってました。そう、そんなわけで、まだ24分そこそこなんだけど、うん。なんか歩きながら、これ以上この話を膨らませそうな感じでもないし、言いたこと言っちゃったので、今日はここまでにしたいと思います。そんなわけで、今日もワケありダイエットを最後までご視聴いただきありがとうございました。うん。
そう。では、また今度。バイバイ。